さあ、先ほどですねオープニングセレモニーの方を終了いたしましたけども、このステージ上でのいわゆるコンテンツトークショーはですね、もう分刻みで実はずっとあって、何にもこのスケジュール表がどこにも出てないんで、皆さん一体何やるかもわからないんでね、本当は知りたいよね。もうね、出す準備もできなかったぐらいにドタバタでした。本当申し訳ございませんというところでですね、今日このオプションが今回40周年ということで、ダブルオプションジャンボリーを開催してるんですけれども、このチューニング業界にですねやはりずっと長いことやってきてまして、ちょうど25周年という方々がねいらっしゃって、そのお二方ちょうどね僕がよく知ってる人でもあったんでお呼びしようかなというところで、この25年の間の話をね、手短にしていこうかなと思ってるんですけど、まずはこの方です。もうこのステージすぐ横になります。ベルテックスの上りが出ています。 T&E の上野貴弘さん、どうぞ。はい、上野さん。はい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 、もう足取り軽やかね。そっちからこっちから、どっちもいいよ、なじみよ。はい、皆さんどうぞどうぞ。はい、今日10月10日、まさにこの日がちょうど T&E の、そうです、25周年記念。はい、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。長いし、なんかすごいね。いや、あっという間でした。あっという間か。いろいろあったけど25年。はい、こう見えてもまだまだ現役でございます。何の現役だろう。 D1 の、あ、 D1 のドライバーとしての、はい、どっちすいません本当に元気だね。はい、ありがとうございます。本当にね、25年前、25年前、いくつってことは上地50じゃない、51、今年50です。50で11月で50ってことは25の時に、はい、横浜で、そうです、初めてお店、最初カーフィルム屋さんじゃない、フィルムとポリマーコーティングで、はい、そこからそうです、ずっと積み上げてきた話があるわけ、はい、で今こうなった、今こうなってます。でこれから進化していくと、まだまだこれからはね、はい、どうしようか。いや、その話を、その話聞きますが、もう一人いるんですよ。あ、そうですよね。もうちょっと、はい、もう30年ぐらいいるのかと思ったんだけど、いや同じだったんですね、ちょうどね。だからユーラスというお店が25なんです。そう、うちもね、法人にして25年。そうだよ、ね、やり始めたらもうちょっと前。そうだよ、はい、はい、という方で、ちょうどベルテックスのその隣にもうさ、必死に売っとるよ、あそこで。商売上手ですからね。ちょっとお猿さんお越しください。はい、ユーラス野村圭さんです。早く早く、もう忙しいんだよね。こんなとこ上がってる暇ないんでしょ。いいからもう本当に怪我するとしよう。そのうち、そのうち怪我するよ。今ね、せっかくお客さんが来ないのが来たのに。そうだよ、ね、今ね、このの来てる場合じゃない。今それでお客さんいなくなっちゃったら俺たちのせいだね。いや、お客さんもいなくなるけど、うん、商品もなくなってくる。商品持ってかれるの。誰もいないのか、お店は。取っていくのは2つまでにしてくださいよ、本当に。いや、取ってかない。ちょっと待っててください、これ終わるまで。ユーラスも25周年だったの。覚えてないじゃないですか、ね、今はもういいだいたいで、まあまあなるでしょう。まあまあなるよね、はい、だいたい。だってここはもう28年ぐらいかな、多分。だいぶ93年ぐらいから、はい、4年ぐらいから知ってる。長い。よく過去のことを覚えとるですね。いや、それは自分のことですから覚えてますよ。俺はね、犬の散歩行くのに犬忘れたですよ。そうですよね、犬の散歩で犬連れてから、ね、まあ、20何年も前の話は覚えてない。覚えてない。でも大体そのぐらい、それぐらいで、ずっとで、今日も意外とね、ウエチンも長いんですよ。だから25年長いですよね。で、ウエチンは、でも、はい、でも25年僕前は知らないんでね。そうですね。ちょうど D1 始まった時だもんね、2000年。でもオートサロンとかずっと出してますけどね、うちは。全然知らなかった。いたボツサロに行ってた。行ってた。ですか。行ってた。おかしいな。知らなかった。本当知らなかったんだけど、お互いじゃあそれぞれのお店として、社長として、はい、25年間この業界の中で君臨し続け、君臨しとるんですか。君臨する。端っこの方にいるますよ、今も。一番端よ。だいぶ端ですよ。だいたいね、はい、
福岡からね、一人でハイエースで全部荷物積んで、そうですね、福岡から地上で来てるんですよ。もちろんすごいよね。遠い。で、野村さんにとっては富士スピードに近い方なんだもんね。まあ、そんなないですよ。こっから先、東京から向こうが遠いけど。あ、そうなんですか。ここまでなら首都から先はちょっと遠い。ああ、そうなんだ。言うのよ、ここまでならなんとか来れる、うち10分かかんないですけど。実は上野さんはもともと横浜だったんだけど、はい、今御殿場にお店を、すぐです、すぐ本当に、あの、はい、御殿場のあのなんだっけ、サービスエリアの足柄 ETC の足柄の出口出たところ、からすぐ、本当すぐのところに、はい、近いね、近いね、移転したんですよね。そうです、そこにね。皆さんもそのこれ終わったら、はい、帰りに上陣のとこに寄って、そう、玄関にうんこでもして帰ってください。はい、あのもう近すぎる。結構広い駐車場ですから、そこにもう車いっぱいにしてブー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 エンジン吹かして。本当はね、10月10日だったんで、はい、25日からやろうと思ってたんですよ。ただコロナがね、めちゃくちゃな時だったんで、5000人やめとこうと、呼べないし、そう、やりたかったけど、はい、さあちょうどできるんで、あ、端っこの方でね。それで今日あれだ、フェアやってんだ、25周年記念で、はい、全てのものが25円 25% にして、せめて 25% にしてよ。だ25考えちゃった、これだいぶ安いな、25全部25円じゃない。でもそこ25円セール、両方とも。ユーラスか、それ。そうそうって、うちがね、3ヶ月先輩なの。あ、そうなの、ね、うちが7月、10月7月で10月、はい、あ、本当にそうなんだ、ユーラスとして。はい、もともとでも野村さんは最初はエアロ、エアロ、何でお店になった？夢と希望を売ってた。何を言ってんだか、本当にふざけない。それからちょこちょこ車の部品を売るようになって、エアロパーツ作ってとか。エアロパーツ作って、うん、今のメインは何ですか？今のメイン、今逃げられた T シャツですよ。バラエティショップって言われてるんですよね、大体ね。でもこのバラエティショップが、こういうイベントやオートサロンでもうすごい売り上げ。いやいや、すごいな。これいつも横にいながら羨ましいなと思って。尋常じゃない売り上げを。びっくりですよ。喋ってるだけですよ。いや、だからそのお金が入ってんだよ、多分ね。本当にね。素晴らしい、ね。僕も一緒になってやったことありますけど、よくいるんですけど。びっくりしますよ、ね。すごいですよ。あの、全国中人気がある。それは自走で来ますよ。原価500円ぐらいの T シャツ4000円ぐらいで売ってますからね。まあ、それは結構ですね。500円だったら6000円で売ってますよ。6000円ですよ。失礼いたしました、はい、本当にね。ということで上野さん、はい、とりあえずは25年経ちました、はい、ありがとうございます。25年前が今どうなんですか、現実としてできてるのか、はい、まだまだこれからなんか、 ねちょっとね、思い描いてたのと違う方向に来ちゃってるなと思って。思い描いたらどういうの、思い描いたら。いや、もうちょっと楽できてんじゃないかなと思って。ああ、そうか、社長として。昔ね、野村さん、昔はお金持ちキャラでこんなサスタババタバタやってましたけど今じゃもう絶対それ冗談でもやらないもんね。だってこの間のクラッシュ見ました。見ました見ました。あんなことやってるんですよ。あれだけで多分何百万あれ修理かかりますね。いや、本当に本当ですよ、ね。まあ、入っちゃったね、あれ。あの D1 で結構ね、クラッシュがあって、はい、4輪ジャンプしましたからね。そもそも筑波ですごいクラッシュしてましたね。そうそう、連チャンですね。連チャンですもんね。見ましたね、あれ。21年だってね、野村さん続けてんだもんね。すごいね。すごいですよね、そう、本当に。なんでもね、しつこいんです。応援してますもん、だって。あれ、本当ですよ、もうレジェンド、今本当上にいるレジェンド、上野さんぐらい。そうですかね。ね、まあ、あと宇都宮さん、ね、田所さんいますけど。ちょっと下ですからね。下ですから。俺が言ったんじゃない。あと、あの田所やらが出とるんですか。はい。田所やら。そう、田所と、そう、あの辺ぐらいしか、もう2001年からっていうのはいなくなってしまいましたけど。あの、2001年ですか。そう。まだやるんですか。まだあと5年はやろうかなと思って。いや、もうだって21年優勝してないんですよ。だからその優勝ばっかを言うからおかしなことになるんですよ、ね、140戦連続ですよ、優勝してない記録。でもそれだけ連続出てるってことですから。だからなんで出てんだろうといやいや、2位とか3位はだから優勝したらもうやめればいいのにと思ってるんですよ。いや、この間惜しかったな。優勝してやめるのもったいないじゃないですか。あ、そうなっちゃうよね。そうそうそう、まだ勝てんだと。そうそう、あ、まだこれ稼げるな、調子に乗っちゃうから。そっか、でもこの記録は破られんすよ。じゃあ21年に勝ち破られない。そう、でもね、このクラッシュ続きでちょっと悩みましたよ、俺。でしょ。いや、これやばいな。今工場にあるんでしょ。あれ見るともうちょっとバラッバラです。だってオートポリスだってもうなんだかんだですぐですよ、来週。あれ延期なんないかな。なんないです。なんない。なんないです。ダメか。しません。そうですか。無理です。そうですか。直してください、本当に。頑張りますよ。だからそれで、それをもとにこの先は T&E として、はい、どこへ行く。
どこ行こうか、どう決めてない決めてないの、成り行き流せやってんの。あのね、ちょっと違うんですよ。やりたいことはいっぱいあるんですけど、はい、何やろうかな、何から言えばいいですか。すごい、え、一番あアメリカも進出、アメリカにもやあのもうあるんですけど。そうだよね、会社アメリカにもあって、ロサンゼルスに家持ってるんです。はい、あるんですけど、うん、そこじゃないんですよ、僕。そこじゃない、なんかね、この近くになんか遊べる広場作りたいなと思ってるんですけど。ここあるじゃないですか、富士スピードで。いや、ちょっと高いな、ここは。ここ高い、貸し切りが高いんだよ。あ、それぐらいの場所がでも欲しいの。もっと安くて、うん、遊べる場所が欲しいなと思って。すごいね、それは名案ですね。そうなんですよ。 財閥かなんかですか、あなた。違うんですけど、うん、なんかもっともっと車で遊んでもらいたいなと思って、うんうん、うん、はい、誰でも来て遊べるような場所が作りたいななんて思って。へー、そういうのが欲しいんだ。そう、そういうことは考えてます。やってみたいな、はい、いうところ。はい、野村さんは、野村さんはどうこの先思ってたのは一緒ですよ。九州ってもうサーキットがどんどんなくなって。あ、そうだ、行ってたね、うん、で確かにスキー場の今駐車場天山とかで、うん、ね、なんとかやれるようにして。でもあそこもボコボコだし、いつなくなるか分かんないで、ずっと探してたんですよね、場所をね。探してた、いいとこね。なかなか中ですね、やっぱね。そう、九州でサーキットがないんですよ、全然。でオートポリスだもん ね、 ね、ちゃんとしたって言い方変ですけど、うん、でもあそこもなんか自由に遊べる感じじゃないですよ。ないし、行けないし、あそこ遠いもん。そうですよね。でオートポリスもほら、ドリフトができるちっちゃなコースでもポンコツなんですよ、本当に。穴だらけで。そうだね、うん、だからなんとか本当はそういう遊べる場所が、はいはい、九州の中に、そう、作りたいんですよ、ね、作りたいという思いがやっぱあって、はい、でそのために一生懸命あの T シャツやら、ためはまた別ですけどね。なかなかない。なかなかない。でもこれだけお客さん入ってると、はい、土地持ってる人いそうじゃないですか。そういう、そういうのどうですか、ちょっと募集、募集系、ちょっと提供してくれませんって。九州、静岡、そんな簡単にこんなイベントやった中で、うん、上野さんのとこにですよ、いい土地あるんですけどって、もし来たとしたら、いやいますよ、人がいい人は。いやいや、それ来たとしたら、はい、怪しいやつですよ。いや、そんなことない、見て、予測に騙される方ですよ。そうだね、そうでしょ、よく騙されてる。ありえないでしょ。あったでしょ、いろいろ事業やってて。そう、調子いい時悪い時あったと思うけど。いや、もうすごいよ、こんなの。いい時に、はい、やっぱ変な人来るでしょ。いっぱい来ますね。でしょ、あ、だいたいいい時に変なのが来るでしょ。悪い時はいい人が近寄ってきてくれます。そうでしょ、はい、だいたいそうですよ、本当に。だから僕なんか今近寄ってますもん、上野さんに。どっちだろう。だからどっちだろう。どっちか分かるだろう、考えたら。分かんない、え、悪いんだよ。あ、そうか。そうもうだからいい人が近づくんだよ。ねえ、野村さん、逆じゃない、はい、まあ野村さんも、うん、今でこそ、まあ、現役っていうか D1 とか出てませんけど、まあ、息子がね、まあ、とか頑張ってやるようになってますけど、はい、あれ、レーシングチーム、ユーラスレーシングチームとしてはやっぱ続けていく。大変なんで、来年までは続けようかな。あ、来年までって言った、はい、までって言った。あの、来年もしね、はい、ダメだったら成績残さなかったら違うやつ乗せます。あ、もう変える。俺、立候補しよう。一応息子は来年までこれはしょうがない、はい、一応面倒見てやると。そう、来年まではしょうがないから面倒見てやるけど、その先はだったらもう誰か違うやつ見つけてるので、要するに勝てるようなやつでも、はい、その勢いがあるやつを乗せる。勢いがあって若干喋れるやつ。喋れるの大事ですからね。喋れるの大事ですよ。そこは面白いね。そうですね。ベネティ&イ、そんなの求めてないでしょ。喋れるやつ。違う、喋れないのしかいないよ。そう。あなたしか喋れないよ。そう。もう無口だもんね。最近でもね、弟くん頑張って喋るようになってます。あ、まだね。ちょっとは。だんだんね、はい。そう、じゃあ野村さんとしてはあれだ。やっぱりスカイラインで3、4でやるんだろうけど、今、新しいマシンを作ろうとしてるんですよね。そう。やっともうこれ今作って、うん、今乗ってる4ドアが余るじゃないですか、はいはい、それ俺乗ろうかなと。おお、どうするじゃないですか。え、練習。あ、練習、ね、練習相手に。でもなんかイベントの時とか走れますもんね。まあ何でも走れるですよ、ね、まだまだ息子に負けないもんね、本来。これやってみんと分からんですけどね、まだ負ける気はせんですけどね、はい、分かりました。今日、まあ、やっとあの天気の方もまた回復しだして、これからあのそれぞれのブースのちょっと紹介を締めの言葉に来ていただきたいと思いますんで、はい、上野さん、何の紹介すればいい。いや、だから俺今日25周年なんで。あ、そうですね、全部 25% 引き。いや、そう、 25% で売っちゃえばいいじゃん。 25% で売るってどういうことだ。だから1000円のが250円。それは人が集まるぞ。それさ、それでしょ。でもね、エアロパーツとか、はい、車高調とか、その辺はね、25%引きで、お、なるほど、やりますんで、ぜひ
はい、はい、車高じゃもっと低いの、安くなってます、はい、あ逆にね、じゃあ交渉すれば多分安く、はい、褒めると喜ぶタイプですから、あそうよく分かってる、ね、そう安くなると思いますんで、ぜひこれを機に、はい、ぜひそこのベルテックス店とかをお越しください、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。さあ野村さんも一言、はい、そこのね黄色と緑の旗がなびいとるですね、はい、ちょっと言ってもいいですか、はいはい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、結構毛だらけ、猫吐いだらけ、お尻の周りはクソだらけ、田舎のおばあさんたちしょんべん、あなた宅までわしゃくじゅくまで、共にしらみがたかるまで、さあ1枚500円持ってけ泥棒、2枚で1000円、そこでございます。なんだそれ、はい、ぜひですね、お買い求めください。できるだけ商品が少なくなると帰りが野村さん楽なんだよね。楽、そうね、いっぱい荷物があると辛いのね、長い距離ね、ご協力を、だから空にして帰りたいんだもんね、はい、本当にね、ご協力もどうかよろしくお願いいたします、はい、ということでですね、この業界長いこと、はい、僕はもうずっと本当に知ってますけどもね、25周年ということでね、今日ね迎えたお二方、皆さんとお話をちょっとしていただきました、はい、ということで上野貴弘さん、野村さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもでございます。ぜひ本当にこのステージのすぐ左側になりますけれどもね、それぞれのテントございますので、お立ち寄りください。それからですね、本当にベルテックス、ユーラスだけじゃなく、いろいろなメーカーさんのテント等々ブースが出ております。そこにね、本当にいろんな商品が今日特別販売として出てますんでね、どうかゆっくりと本当に見て回ってほしいなという思いでございます。ということで、まず最初だったんですね。次知らないよね、何時かね次もまたすぐあるの、何分後、55分から、次55分から何やるか分かりませんけれども、アルコールファニーカーの、そこだ、エンジン始動、あ、なるほど、え、そっちじゃないの、あ、ここ持ってくんだ、今持ってきたの、これ、いやいやいや、これでしょ、これね、はい、あ、はい、アルコールファニーカー、これエンジン始動、この後55分からやりますので、ぜひ皆さんこちらにお集まりくださいということで、ステージは一旦、降りたいと思います、最後までありがとうございました。